はい、来ました来ました来ました。こんばんは。こんばんは。まあどうですか。まだですね。お、来ました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 。お、来た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 。あともうちょっとだけ待とうか。そうね、待とうね。はい、こんにちは。こんばん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 は。ご飯食べました。ちょっと遅れちゃってごめんなさい。すいません。本当にごめんなさい。ごめんなさいね。あ、結構来てくださいましたね。ありがとうございます。おお、千人さ。あと10秒だけ待とう。そうね、10秒。1200人とか1300人とか見てくださってますね。おお、1200。今日はね、いろいろ話すことがあるので、皆さん最後まで見ていってください。見ててね。じゃあもういいんじゃないかな。行きますか。行きましょう。はい。じゃあ僕たちはワイスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました。いや、もうプチエビの開催までね、あといよいよあと1週間になりますけど、ね、そうですよ、もう1週間早いね。皆さん来ていただけますか。どうですか。楽しみなんじゃない。みんな来てくれる。来てくれると。いや、もちろん来てくれると。来てくれるということで。いや、もうね、どうです。いや、もう楽しみ、めちゃくちゃ楽しみですよ。まあ、今回、ね、うん、どうぞどうぞ。まあ、結構ね、最近リエネルとかとね、一緒になること多いんですけど、うん、最近あんまかあのこうネクストの子とかもね、今回こうなんかそうね、絡みとかもあるから、そうですね、すごいめっちゃ楽しみっていうか、ね、可愛いんで、うん、いや、しかもね、確かに可愛い。僕たちアイスとリエネルが先輩、一番先輩っていうのはね、新鮮だよね。新鮮だしね。エビライでは一番下になるのに、そうだね、プチエビでは一番上になる。そう、ちょっとこの頭がバグりちゃう。こう、でこの分かんなくなって距離感が、ね、どうしたらいいのかっていうのはありますけど、楽しみですね。ね、楽しみに皆さん教えてください。はい、ということでね、今回このプチエビ、プチエビ、プチッとエビナーズライブなんですけども、日程の方が8月15日に、デイ1、一部、こちらね、タイトルもあるんですけども、デイ1の一部は、キュンキュンスクールデイになります。スクールデイ、キュンキュンスクールデイ、キュンキュンスクールデイ。はい。で、次、8月15日のデイ1の2部、2部がワイワイスクールデイ。ワイワイワイスクールデイ、ワイワイスクールデイ。はい、ということで次、8月16日、次の日ですね、のデイ2、ギラギラスクールデイ。ギラギラ、ギラギラスクールデイ、何の意味があるのかね、ライブに来てくれたら分かるかもしれないし、ぜひ皆さん楽しみにしてください。ということで、いや、もう今回3部構成になっていますね。なってますね。なってますね。なんか1公演1公演もさ、なんか違うなんかタイトルで、そうだよ、なんか毎公演毎公演来てくださる方もいるかもしれない方は、うん、全然違った姿を見れるかもしれない。確かに確かにね。すごい楽しみだね。楽しみですね。楽しみだよ。はい、じゃあもう次いっていいですか。オープン、まあ、日程言ったということで、じゃあ次、メインビジュアルが解禁されました。そうだ、メインビジュアル来ました。今回のプチエビね、そうです、キャワキャワですよ。今回のプチエビね、総勢60名以上、はい、60名以上の皆さんが来てくれてますということで、じゃあ行きますか。お、お出しいいですか。お出します。それをどうぞ。こちらです、メンジバル、メンジビジュアル、ドン、うん、うわー、かわいい、かわいい、かわいいけど、その手意味なくない。手意味ない、でかすぎるから。でもね、ちょっと見えますか。見えるかな、これ。見えるかな、ちょっとちっちゃい。見えるかな、見える。どう、みんな可愛いって言ってくれてるよ。みんな目いいね。ちょっと見えますこれ。いや、見えるかな。まあこんな感じになりますと。ます、ね、はい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 。じゃあまあ、でもね、ちょっとちょっと見えにくいか、ちっちゃいか、見えづらいかな。ちょっと見えにくいですね、皆さん。見えづらいですよね。じゃあもう、はい、大きくなるんですよ。そう、持ってきました。そうですね。じゃあいいです、ちょっと取ってきていいですか。大きくなります。これ見にくいですよね、ちょっとね、画面じゃ。はい、大きいのあるんで、うん、大きいの持ってきました。お、何ですか。これ見やすいとこ、めちゃくちゃマジ。あ、でかいでかい、でかいっしょ、結構でかいっしょ。じゃーん、でかいよ、見たよ、見ました。じゃーん、こちら着てるの、かわいい、めっちゃ可愛くない。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、こんな感じです。後ろと後ろはチェックなんで。え、可愛くない。めちゃくちゃ可愛いね。めっちゃ青春じゃん。学生服ということで、うん、で、しかもね、なんかアイドルチックに、そうだね、飾り付けもあってね。俺この飾り付けが一番好きなんだよ。可愛い、手の回し方もおもろい。好きなポイントとか一個言っとく。じゃあやっぱそうですね、うん、なんかこうやってそのやっぱ制服着る機会があんまりなかったので、やっぱ制服という衣装、そしてなんかこういうね、なんかちょっと
かっこいいじゃないですか、このアクセサリーとか、ね、これが好きですね、やっぱワッペン、これエビランの象徴とする、ね、このいい、このワッペンがもういいねということありまして、はいはいね、僕たちね、それで、そして、はいはい、新曲を披露します、イエーイ、新曲です皆さん、まあ、こちらタイトルおっ、いっちゃいます、タイトルはいっちゃいますか、はい、いきましょう、シャイニングスターです、シャイニングスターズということで、未来輝くフレッシュソングです、はい、はい、いいね、キラキラソングですね、キラキラソングですね、はい、まあ、時間ということで、もうパパといっちゃっていいですか、はい、パパといきましょう、はい、じゃあ次、じゃじゃん、はい、先輩もゲストで緊急出演してくれます、でーす、しますと、8月15日、デイ1では、デイ1の一部、緊急スクールデイでは、その俊太くん、ミルクのその俊太くんと、おぉマジか、原因は自分にあるさんの武藤純くん、純くんです、純くん、そして8月15日のデイ1、2部では、ワンエンオンリーさんのレイくんとテッタくん、はい、おぉと、バディーズさんのセイヤくんとフミヤくん、わぁ、いいですね、会えるってことですね、そうです、嬉しい、次、8月16日、デイ2では、超特急のりょうがくんと、ゆうきくんと、アロハくん、うわー、かわいい、豪華メンバー、豪華メンバーが超特急さんからプチウェミに来てもらえるということで、はい、プチウェミ、いや、皆さん、楽しみましょう、楽しみましょう、楽しみましょう、楽しみで仕方ないので一緒に、先輩方の話もありがたいですから、うん、楽しみにしていただきましょう、教えてください、いやー、はい、はい、ということで、なんか話しますか、なんか話しますか、なんか話しますか、でもね、そのなんかあります、先輩方来てくださるってことで、うん、やっぱりなんか面白い話とか、うん、ありがたい話とかしてくれるわけじゃないですか、うん、あ、そうですね、もうそのなんか一公演一公演もその来てくれる先輩方は違うので、違うね、やっぱ楽しみですよね、おお楽しみですじゃあちょっと、うおあ、まあ一つありました、皆さん。何がですか？僕たち、近くで、なんかないですか？聞こえないですか？なんか、ちょっとなんかね、さっきから、隣から聞こえません？聞こえますね。リエネルが、引退します。おっと、えリエネルが引退しますか？引退してると。はい。リエネルさんの。リエネル。おい。リエネルちゃんが引退してると。引退してると。うん。リエネルだって。そうです、リエネルは。ガヤガヤしてますね。ガヤガヤしてます。聞こえてたんだよね。誰か思ってたけど。ちょっと行っちゃいますか。行っちゃいますか。リエネルの院内お邪魔しますか。お邪魔しちゃう。じゃあちょっと、じゃあ誰か行こうよ。誰か行こうよ。俺来て。いや。行ってきます。行ってきます。行ってきます。リエネル。行ってきます。ちょっと気になったよな、これ。ちょっと一人でなんか心配になってる。コラボ配信みたいになってない。すごい。気になった方はリエネルのね。うん、配信見に行ってきてください。向こうも気になんねんけど、ちょっと、うん、ちょっと、でも切ってみたいぐらいですよ、ね、本当、うん、なんかコラボしたいよね、ちょっと気になるな、ほら本当に気になる、ほらみんな多分今あ、行っちゃってるよ、行っちゃったやん、あーあーめっちゃ作らんかったやん違うよ、違う携帯でやってる、ちょっと待って、戻ってきてー、カモンカモン戻ってきてー、ちょっとちょっと一瞬俺も行ってきていいですか、マジですか一瞬だけ行っていい、ちょっと気になってさ、気になって仕方ないみたいな、ちょっとハルセ行っちゃったらちょっといなくなっちゃうんじゃないですか、みんな大丈夫、ああもうちょっとどうすんどうすんの、ちょっと、あ、なんか来た、あれ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 、モリタリングした、わざわざこれはアイスの引来です、アイスさんどういきなり発生せー、おーやった、え、アイスの引来に出演したことなくない、みんなね、ないね、初めてだね、あ、でも一回あれハクトの誕生日かな、ハガシートあー見たあれアイスの引来だっけ、いや、あれはハクト自身だよ、そうか、公式では公式は初めてだ、初めてすげー、人人やったら、お邪魔してます。これからアイスのメンバーとして、アイスのメンバー、リクリク、はい、リクリクリク二人おるけど、なんかどうすればいいんだよ。最近さ、だからさ、うん、リエネルとさ絡むことがあってさ、うん、誰かがさ、リクって言うやんか、うん、リエネルのメンバー見たらさ、リク振り向くやん。そう。でも、でリクもリクって言われてるから、どっちか分からないよね。そう。どっちも振り向くよな。あるわ。分かるわ。
確かに、ね、ていうかここは2人とも大阪なんだ。そう、めちゃくちゃ関西弁喋ってるからさ、めちゃくちゃ一緒やった、関西弁一緒やってたね。そうそう、でも俺もリクのことリクっつってるからな。リク確かに、もうリクあらあら、おい近藤俊太郎、近藤俊太郎、近藤俊太郎、いつものやつやめてあげて、やめてあげて、毎回近藤俊太来たぞ、近藤俊太来た、ねえねえねえ来ちゃったわ、なになに、もうえへへへ、待って、すごいな、ちょっと待って、ちょっと待って、これだけ来る、みんな来てる、待って、待って、リクをトシ1人、リクリクリク、リクリクリエネルのアカウントで1人でやる、リク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 、めっちゃリクリクリク、リクリクいるからじゃあもうリクリクあ、なにリクリク、あ、リュウト言ってるよ、占領されてるの、ちょっと待って、行ってくるわ、あ、行った行った行った、じゃあ俺も逆になる、逆になる、逆になる、変わろう変わろう、ちょっと待って、マッシュして、あのフラーのみんなやから、あ、じゃあ、カルシオさん、あの、アイスのアイスしようよ、俺としていいけど、じゃあお願いします、僕たちはアイスです、ということで、冷たいものゲーム、いきます、せーの、アイス氷クーラー、あの、俺の手、ありがとう、冷えしようや、触ってごらん、冷えしようなよ、冷たい、もうセーフじゃない、セーフじゃない、これ、おいや俺の方が冷たいから、俺の方が冷たい、じゃあどうだ、もう一回、何、もう一回、もう一回、クーラーゲーム、クーラーゲーム、電車の中かき氷、家の中あの冷蔵庫で、いや、アウト、なんで、いや、アウトから入るこれ何、これ何、いかんだよ、冷蔵庫です、どうもクーラーの皆さん、お、なんなら高岡ミロとかでリエネルのこと知らない方もいるんじゃないですかね、いますかね、やっぱアイスに夢中だよって方もいると思う、わかんない、もうクーラーとリアンがアカウントで入れ替わったかもしれない、あるかもしれない、クーラーがあっち見てて、リアンこっち見てるかもしれないから、これ確かに確かに、いやあ、リアンですよって、あ、リアン、ありがとうございます、クーラー、クーラーいますか、ほら、もう高岡ミロなんてみんな知らないでしょ、クーラーの方いますか、あっちもあっちも盛り上がってる、お、来た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 、すいません、帰ってきた、帰ってきました、あ、じゃあやる、クーラーゲーム、クーラーゲーム、いやいやいや、もう3回は、3回はやばいぞ、3回は多い、なんか僕たちマイスベースってやった後にクーラーゲームが始まって冷たいものを言うゲーム、面白いやん、めっちゃ、ありがとう、ありがとうっしー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 、やばい、ありがとうっしー、めっちゃ好き俺、めっちゃありがとうっしー、ちょっとクーラーゲームやろうぜ、やりたい、ちょっと面白い、やりたい、やりたい、1回だけね、いいよ、もう3年目だから1回だけね、1回だけ、ちょっと待って、俺もちなみに思いついてない、1回頑張ろう、ちなみに、せーの、コンビニ氷冷凍庫、冷凍庫って、このパイプ冷たい、このパイプ冷たい、ごめん、ちょっと、あー、ヤガミ、ヤガミ、ヤガミ、来た、やだ、怖いから、やだ、やだ、怖い、逃げないよ、怖いっす、なんで、怖いっす、怖いっす、怖いっす、近藤俊太郎、怖いっす、やめなさい、やめなさい、怖いっす、怖いっす、怖いっす、やめて、炎上するからやめて、しないよ、これはダジャレじゃん、ダジャレ、あの、愛情、リスペクト込めてですから、ね、リスペクト込めてね、変なことしないでくださいよ、本当にクーラーのみんな大丈夫、なんかリエネが変なことしてない、なんかちょっともう、もう戻る、じゃあ戻りますから、バイバイクーラー、バイバイバイ、ありがとう、ありがとうございました、ボーン帰ってきました、ゴーン帰ってきました、泳ぐぞ、ゆっきゃー帰ってきました、帰ってきました、ヤガミもう帰れないじゃない、ヤガミもういいよ、バカ言うな、もういいよ、バカ言うな、今だってまだ8時53分でしょ、出れます、何入ってんの、見るんだ、みんな来る、5200人みんな来てるやん、じゃあもうなんかもうカオスだったでしょ、閉めます、閉めますか、閉めましょう、早いっすね、じゃあスクショタイムしましょうか、はい、おい、スクショタイムしますよ、コメント切ります、じゃあプチエミまでこれ見れないからね、おい、来てるよ、え、そうだよ、知らなかった、知らなかった、いきますよ、スクショタイムいきます、いっせーので、5 4 3 2 1、はい、終了、ありがとうございます、終了、いいですスクショタイム、いや久しぶりにインスタライブに出ました、もうすごいですよ、うん、いやー楽しかった、久々楽しかった、最高の一日になったんじゃないの、うん、久しぶりの院内だよね、でも、ね、確かに
何やってんのお前は。髪直す癖強いな。やっぱ久しぶりだから。もういいですよ。もういいですよ。ないか。じゃあそろそろ閉めますか、春瀬さん。閉めますか。うん。はい、じゃあプチエビ。皆さん。もうね、エビダンネクストのメンバーのね、今もみんな魅力的なメンバーもいますので、はい、僕たちもいますし、みんなね、いろんな方々がいるので、皆さん、すごい楽しいプチエビになっていますので、ぜひ会いに来てね。待ってるよ、待ってるよ、楽しみにしててね、楽しみにね、バイバーイ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 、泳ぐ泳ぐ、バイバイ、はい、切れました、バイバイ、泳ぐ泳ぐ、切れてないよ、切れてないよ、またね。